ごめんね、うん、みかんさん、ゆっくりねって、ありがとう、ありがとうね。よいしょ、ちょっとね、洗わないとさ、これ洗っといてさ、伏せとかないとね、臭く、あの、明日ブリーサービスだからさ、ね、誰もやんないからさ、こういうの洗うのって誰もやらないよ、うちは。はぁ、くたびれね、足が痛いわよ、足痛いね。俺きれいにさ、こう洗ってさ、ね、あれでしょ、あれに出さなくちゃでしょ、リサイクルね。お水かかるけどしょうがないね、二回ゆする、お水かかるけどね、しょうがないよ。よし、これで明日ね、リサイクル、これこうにやっとくの、綺麗になるまでね。そうよね、恐ろしいね、毎日ね、毎日恐ろしいよね、こうできれいね、ありがとうね。あとは何やることばっかりだよ私ね。なんか暑いんだけどさ、ちょっと暑いで、ああちょっと待ってね、悪いね、みんなね、28か、8な、8、暑くて、私暑いよ、向こうは涼しいだんだけど、ちょっとよ、あれおかしいな、私 27.5 超えるよ、あーちあち、私は暑いよね、何しろ頑張んなくちゃだからね。おーいて足がいて、しょうがないね、よーこれどっこいしょ、ありがとうね、大丈夫、今日は私の、あの、食わなく、飲まなくても、食わなくていいや、ね。ありがとう。ナミオリンちゃん、エアコンの温度を変える。ヨシエさん、かわいいよ。ありがとう。ケツメドがまた来た。やだね。年中ケツメド来るね。相手にしないでよ、そうよ。こんなの、クールだからね。ケツメドなんか相手にしなくていいよ。ね。ケツメドなんか言うな。生きてるってことはね、恐ろしいね。なんか私は何も食わなくてもいいや、うん、何もいいや、うん、ああこざ、ああありがとうね、うん、さあ始めますよ、ありがとうね、よいしょーっと、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、うん、ポテちゃん、よせ、夜ご飯はって、夜ご飯食べないよ私、うん、もういいかなと思ってね、ありがとう。ちくわがあるんだけどさ、3本のちくわ、太ちくわ、あれ明日まで、11日だからさ、明日食ってもいい、あ、12日か、あれ明日でも持てばさ、いいかなと思ってさ、こんなにいっぺんに食べないのよ私は、うん、あのさ、あれだから逆流するからさ、あまり食わない方がいいかなと思ってね、そうなんよ、ありがとう、暑いよここ、その代わり飲み物は飲むよ、飲み物ね、ありがとう、ちくわ食べようってポテちゃん、そうなん、ほんと、うん、ありがとう、うん、ちくわ食べる、ちくわだけ、うん、味いいけどね、ありがとう、うん、
栄養のあるものを食べてほしいよって、ありがとうみよりんごちゃん、ありがとうございます、ありがとうね、うん、はあ、はあ、言うんだ、ちょっと動くとはあはあだよね、うん、大丈夫、ありがとうポテちゃん、ありがとうございますね、うん、いろんなもん、中華が一番簡単かな。ね、うん、手で食べればいいんだもんね。少し落ち着いたら食べよう。そうだね、ポテちゃんね、うん。まだ落ち着いてないからね。あさわやかさん、夜勤来たよって。今日も結論来てるねって。そうだよね、うん。そうだね。これから夜勤、そうなん、大変ね、さわやかちゃんね。ね、ケツメド来たね、うん、こちらジャスミンさん、お疲れ様って、おじいどうした、寒かったらそこを閉めれば、こっち暑いからさ、ちくわ切ってフライパンで焼いてってね、少し、あ、ヨシエさん、こんにこんばんは、あ、こちら草取りさん、いつもありうるせえなおじい、早く焼きに行けってね今日は年下の上司によくいじめられなかったよってね、そうなん、うん、ファイファイさん、何デイサービス近づく、体調悪くなるねって、体調悪くったって行くんだからすやないでしょ、悪くなるんじゃないよ、いつも悪いんだよ、でも我慢してるんだよ、あいはら寒いってよってね、炭水化物さん、妖精さん、貧血無理しないでね、ありがとう、ありがとうね、さよかちゃん、あいはら飛ぶ、うん、あ、なに、なに、あぶってるの、また酒飲みすぎだってね、あらね、今飯食ってるよ、飯、うん、まあまあ食ってるね、みかんちゃん、無理しないで妖精さんってね、うるせえじじいだな、じゅんちゃん、よっちゃん、ただいまですって、お疲れ様、ナイスしましたって、ありがとう、ありがとう。うせじじな。寒かったらそこ閉めていいかね。閉めていいから、そこ寒かったら。うるせえな、来ると。もう疲れるよ、一緒にいてね、おじいちゃん大丈夫って、無理し、あ、なのね、またテーブル切ったんだよ、怒られるから、また来たってね、あ、チコちゃんね、あ、服何なんだろう、なんだ、え、服笑うってね、服の持ってったよ、あおはんちゃん、木村さんの約束覚えてる、うるせえな、いちいちよ、もうリスナーさん、ヨシエさん、こんばんは、ナイスって、ありがとう、ありがとうね、うん、あったかな、いやなんね、もうあれ、拭いたものゆすがねえかんね、もうこういうとこで人柄わかるでしょね、うん、ね、物を拭いてもゆすがない人っている、ね、テーブル拭いてさ、ゆすがない人っています、珍しいよね、うん、なんでですかこれはってね、さこちゃんお疲れ様、ナイスをした、来たよって、ありがとう、ありがとう、じじいさん来たね、鼻かんだりにぎやかな男ね、テーブル拭いたってね、ゆすがねえからほっぽっとこ、こういう人はダメだよ、最後まできちんと何でもできないね、私だけがこういう人だから、いや、こういう汚いようなじじい、江戸じじいがよ、クソったりが、汚いやろね、汚いよ、何もしねえでよ、一日何もしないよ、今日やだやだ、はい、こういう人抱えてると電気料もかかるしね、いなければ電気料必要ねえで、テレビ見らんねえし、毎日毎日涼しい部屋でテレビ見てね、酒ビール飲んで、いい幸せな男だね、一生これで通りゃ誰も困らねえわ、
ね、うちの子もクズだけどね、両方クズだからまあいいんじゃない、うん、いいじゃない、クズとクズの絡み合いだからいいと思うよ。あ、ストレスたまる。なあ、大拭いたらさ、普通ゆすかないかい、みんな。こういうのゆすげない人なんかね、先を読めない人なんだろうね、きっとね。先読む人はさ、拭いたやつ、ここへ、ただ置かねえで、パッと。ね、なんでも私だよ、このうちは。すごいよ。カップ。ね、味噌汁の飲みっぱれ。かまでも、そこまで面倒見きれねえわ、私も。本当に。私なんか何も食ってないんだから。そうでしょ。動いてる人間が何も食わないんだよ。おかしいよね。このうちはもう狂ってるからね。うちも言いたくなるよ、来ると生きてたら。テレビ見て、ずっとね、ビール飲んで。何もしねえべ。きれいにするったって口だけだからね。酔っ払って言うだけ。何もできないじじ。わかる、うん、もういいや、疲れ。あんなじじが来ると嫌だ。気持ち悪い。ヘドが出る。私大嫌い。顔見るもんや。あれじじ。いやいや。嫌だ。来ると。ムカつく。ペロパケがね、こんなじじいといたら。何一つ片付けないね、ずうずうしよう。早く寝やがれ、この野郎。電気全部のクソじじいよ。あ、閉めたで、あそこ。バカだから。何もしねえから寒いんだよ。動いてる人は暑いよ。ねえ。ありがとう。こちら。ノアミンとさ、ナイスポチー、ありがとう。ありがとうね。うん。紅茶さん、ヨセさん、お疲れ様。ナイスしました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。紅茶さん、ありがとう。ありがとうね。うん。ワッチくん、メガホンに行こう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます、紅茶さん。ちょっと座り直すね、うん、なんかおかしいんだよ、うん、ちょっと待ってね。こうしないで、あ、いて、ありがとうございます。さわやかちゃん、ナイス350押せた。ありがとう。ありがとうね、さわやかちゃん。ありがとうございます。ありがとう。永田さん、今日もナイス。ありがとうございます。ありがとうね。こうちゃんさん、安静にしてくださいね。ありがとうございます。ありがとう、こうちゃんさん。ひらがな、レイチュルさん、風船、ありがとう。ミミカちゃん、ヨセさん、こんばんは。毎日暑いですね。本当ですね。うん、ナイス。ありがとう、ミミカちゃん。ありがとう。いつもありがとう。ありがとうね。ひらがな、レイチュルさん。ワッチメガホンを11個プレゼント。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。たくさんにありがとうございます。ありがとう。ひらがな、レイチュルさん。リクアルバーって何？何これ、さわやかちゃん、何これ、え、リクアルバーって何？え、こちゃさん、たくさんのアイテムナイスですって、ありがとうございますね。こちら、おんぶちゃん、おんぶちゃん、こんばん、ナイスしたよって、ありがとう。ありがとう。ありがとう、おんぷちゃん。ありがとうございます。ありがとう。うん。校長さん、サムネ変わった？ちょっと待ってね。あ、ラーメンだ。あれ？校長さん。あ、
前借りて見たやつだな、うん、美味しそうだね、うんうん、借りてみたわね前ね、ありがとう、綺麗、うん、おやつ的、うん、あれね、スイカもあるのよね、ちょっとティータイムって感じね、ありがとう、ありがとうね、うん、紅茶さん、ありがとうございます、ありがとう、変わってないです、うん、変わってないね、この間借りてみました、うん、ね、うん、スイカがあってね、うん、綺麗です、なパンケーキってね、そうですねポニテラー、よしちゃん仲良しハートプレゼントって、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、うん、だからレイチェルさん、犬も猫も飼っていませんよね、うん、よしちゃん、さわやかさん、ごめん人違いでしたってね、うん、ね、うん、こちら何ごめんってね、ナミさんこんばんはって、こんばんは、ま、ナミさんこんばんはね、うん、ありがとうございますね、うん、落ち着かねえとダメだな、母言ってね、うん、あ、前田かり様こんばんは、仕事遅くなって会いに来るの遅くなってしまいましたって、あ、お仕事ご苦労様です、本当いつもありがとうございます、前田かり様、盛り上げにゃんこちゃんありがとうございます、ありがとう、あ、にゃんこちゃん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 、すめー、ありがとう、ありがとうね、いつもありがとうございます、ありがとうございますね、うん、紅茶さん、にゃんこちゃん、にゃんこちゃんのすめーって、ありがとうございます、ありがとうね、うん、うん、おみかんちゃん、本当、さんはホットホットしつこいってしつこいね、うん、そうそう、だから読んでないよね、うん、しつこいね、うん、あの子はどこに行ったんだろうかってね、うん、ポニテラちゃん、うん、ね、そうだね、うん、まだ落ち着かねえわ、うん、はあ、年中動いてるからさ、ちょっとの時間見てさ、洗濯物取り込んだりね、手が届く自分の下着とジジイの顔拭くタオル真っ黄色、うん、だからそれ2つ入れてきた、うん、ナミちゃん、木村さんってさんのことですか、そうだと思いますよ、ね、うん、チェモンさん、ゆっくりのんびり配信ですね、そうですね、そうね、うん、ゆっくりね、ナミさん、うん、木村さん、良い方でしたねって、うん、そうね、ご苦労なされてたんですね、うん、初めて聞きましたよね、うん、パン屋さんのお嬢さんだと思ってたね、うん、みんな頑張ってますね、うん、木村さんは言ってたよ、うん、私は私の、うん、新しい道を行くってね、うん、最後に言ってた、うん、だからね、うん、そうよ、あんまりね無理言っても悪いよ、ね、うん、お家の中は実はたくさんすることありますね、そうですね、校長さんね、うん、
生きてるってことは本当いっぱいやることありますよね。そうですね、うん、波さん、うん、遠くから妖精さんを見守ってますよ。帰ってきたらいらっしゃいですって、うん、それもちろん言いますよね。もうね、これはもちろんですね、うんうん、ナミさん、木村さん、ヨセさんより良い人になることを、ヨセさんがより良い人になること望んでますねって。私、悪い人間じゃないけど、なんかおかしいね。私、人に同情するし、そう、女は私、悪い人間じゃないと思うけど、ちなみにチンコいますか？チンコいないよ、どこ行ってるかわかんないね、みーちゃん、妖精さん、十分いい人ですよって。ありがとうございます。ありがとうね、私優しいぐらいよ。あの、普段ね、えばるけど、あれ本当に自分じゃないからね、いつも母親言ってたよ、おめえは口だけで優しい子だからなって最後に母親に言われた。喧嘩できる頃が良かったなって、また嫌いたら来てくれっておばあちゃん泣いてて、うちの母親、ね、なんか施設入ってたんだよ、会いに行ったよ、よくね、より良い人とは仏様みたいな人ですよって。そうですね、そんなね、人をね、決めつけない方がいいですよ。そう思います。人はね、自分でやりたいことをね、行くと思いますよね。そんなね、人をね、あれだよ、あまりしつこくしても良くないわよ、私と思います、しつこくするのは良くない。自分の好きな道を行くと思います。それが一番幸せだと思いますよね。自分の好きな道を行く、それが一番幸せだと思います。みかんちゃん、そうだよね、ゆうせいさんって、そうだよね、自分の好きな道を行くのが一番幸せね。ポニーテラちゃん、妖精さんらしくて、何らしくいてくださいねって。ありがとうございます。ありがとう、木村さん、木村さんはね、苦労してますよ。最後に私に言ってくれましたよ、いろいろね。そうですね、幸せですかってね。ナミさんもちょっとおかしいな、この人もちょっとおかしい、メイさん幸せですかって聞いたの。幸せじゃないじゃん、自分の道を生きるのが一番幸せだと思いますよ、私ね。このファンファンっていうのもアンチだからね、もう口聞かないの。コーコアちゃん、ナイスポチです、頑張ってくださいって。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございますね。あまりしつこくね、人を引き止めるも良くないですよね。そう思います、私はね、自分の道を行くって言ってましたからね、それが一番いいんじゃないですか、自然体が一番ですよねって。そうですね、専門さんの言う通りですよね、みかんさん、私もそう思うよって、よせいさん、そうだよね、ね、
あれだよね、木村さんも迷惑だよね。ね、うん、自分の好きな道行くんが普通だよ、うん、木村さんに迷惑ですよ。約束守れば戻ってくるとかね、ね、その人の自由ですから。そうでしょう、ね、そこまで締め付けちゃかわいそうだよ。私そう思いますね。サイリンちゃん、私は余生さんの人柄が好きで配信見てますって、ありがとうございますね。ありがとうサイリンちゃん、ありがとうございますね、ありがとうね、うん、愚痴言わないって約束守ってほしいってね、この人おかしいじゃない、少しね、うん、この人アンチですかね。私ね、ブロックしたらユーザーがいっぱいで消えないって出ましたから、この人アンチですかね、何ですかこれはってね。そうだね、ポニーテラちゃんね、フィックニャバーダリアシーアンスさん、こんばんはって、あれこの人初めてじゃない、フィックニャバーダリアスアンスさんって、こういう名前呼んだことないわよ私、初めての方ね、こんばんは、こんばんはね、ポニーテラちゃん笑うってね、前だかりさん、人間ね、誰しも愚痴の一つや二つある、まんまんですよって、そうだよね、うん、あるわよね前だかり様、そうですね、うん、こうね、前だかりさんみたいなリスナーさんはね、分かってくれるよ何でもね、そうです、いい方ですね、うん、ジャスミンさん、この時間おかしくなるね、ほんとね、ちょっとおかしいね、ジーボーさん、また荒れてるのって、うん、多少ね、あけたん、いつもありがとう、ヨセさん、こんばんはって、いいね、ありがとう、あけたん、ありがとう、ありがとうね、紅茶さん、私も愚痴いる時ありますって、そうですか、うん、そうですよね、誰もね、うん、ポニーテラーヨセちゃん、仕事から帰ってきて、ストレス発散しに来てるんでしょうね、そうでしょうね、うん、そう思いますよ、うん、ね、フニックニバーダリアシアンスさん、あれ狂ってますか、ちょっとおかしいねこんなコメント、うん、みーちゃん、愚痴を言わない人なんていないよねって、そうですね、うん、うちの妹よく言うもんね、みんなね、うん、愚痴をね、うん、誰か、誰もみんなね、いろいろ抱えてるんだって妹はよく言うね、うん、知恵もんさん、いないですよって、そうだね、うん、紅茶さん、うんうん、時代劇の音がする、そうそう、おじいさんね、うん、あれはあれでしょ、大岡一伝、一伝だよね、そうですね、うん、校長さん、大岡一伝だと思います。ジェイさん、ヨセさん、こんばんは、のりこさん、元気だといいですね、うん、電話しましたよ、おじさん元気だって、うん、私寂しくねって言われた、うん、だってさ、うん、子供も電話くれないしって言うから寂しいんかと思ってしたんだよね、私寂しくないよって言われて、うん、一人でも十分だからって言うから、じゃあ悪かったんねって、変わりないんって言ったら、頑張ってるよって言うから、じゃああまり電話しないねって言った、迷惑かけるから、うん、それっきり、うんうん、ガチャッと切りましたね、信号のこと言ったらね、うん、風船ありがとう、ありがとうございます、ここは皆さんの愚痴枠ですかねって、ちょっとおかしいねこの人もね、ちょっとおかしいでしょ、愚痴枠ですかね、あいはら好きなのは鬼犯課長じゃないの、そうあれは雑誌、うん、ポニーテラちゃん大岡一で面白いからなって、そう加藤豪だっけ、そうだね、うん、あと竹脇無我とか出てるよね、
そうですね、うん、みんな亡くなっちゃったでしょ、あの加藤剛さんもね、うん、あれ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 、竹脇無我さんまだ健在なんですかね、亡くなった竹脇無我さんどうだろうね、そうよね、うん、加藤剛さん亡くなりましたよね、そうですね、でさあのりこさん相変わらず慎吾を嫌ってるんですね、そうです、うん、慎吾のこと言うとガチャンと切りますね、はい、だからえ亡くなりました、そうですか、紅茶さん竹脇無我さんかっこいい、多分亡くなれてますね、そうでしょうね、うん、もうね、うん、あの出ると若いですけどね、そうですね、うん、かっこよかったですね、うんうん、みんなねいい方も年だんだん年取りますからね、そうですね、うんうん、こちらかなりーちゃんこんばんは、はい、こんばんは、かなりーちゃんこんばんは、ジェイさん虫の鳴き声がします、うん、裏畑だからね、そう、でも道路ができた、そこのすぐそばに、うん、一軒うちが建ったからね、そう、一軒うちが建った、そうだよね、うん、だからよく通るよここ、うん、若いご夫婦がいるのよね、うん、え、カナリーさんもちっとおかしくない、お見えになりませんよ、うん、ね、お見えになりませんね、みーちゃん67歳で亡くなってしまったのね、そうなんですか、竹脇無我さん、あ、若かったね、そうですか、67じゃ若いわよね、私の逆だわよ、76だもんね、若かったね、67、儚いですね人生って、本当ね、ポニーテラちゃん本当だよね、うん、一日一日をね大事に生きるしかないね、そうですね、うん、悩んでることあったけど、あ、よしえさんってね、そうなんだ、あゆりんちゃんね、そうだね、うん、みんな悩んでるね、いろいろね、さわやかちゃん、竹脇無我、あ、なに、峰や、うん、峰岸徹、ごっちゃになってしまった。あ、峰岸徹っていたわよね。うん。うん、あれかさ、うん、赤木圭一郎みたいな人。うん。うん、赤木圭一郎も早く亡くなったわよね。でさ、よしえさん、長生きしてほしいって、ありがとうございます。ありがとうね、いつもありがとう、うん、うん、こちら、あ、さやちゃんさやちゃんこんばんは、こんばんは、さやちゃんありがとうございます、ジェモンちゃん戻りたくなかったら戻って、何、戻りたくなったら戻ってきますよって、そうだよね、ほな無理に言うもんじゃないよね、ね、そうですよね、決めつけちゃいけないよね、うん、そう思いますよね、本人の気持ちですからね、これはね、そう、みかんちゃん、うんうんって、一日を大事にしないとね、そうですよ、人間の命はかないからね、そうですね、うん、みんなそうだよね、うん、さいや、あやちゃん、木村めいさん素晴らしい方です、会いたいなんてね、うん、ポニーテーラーよしえちゃんアカウントの ID 同じようだから同一人物ですよ、そうでしょ、うん、なんかねアンチっぽいね、うん、なんかね、このね、消すとね、アカウントが消えないのよ。これアンチですかね。
これ絶対アンチ、もうアンチですからね。アカウント消えないから、うん、分かってる私には、うん、消えないのって消えないよ、アカウント消えない、ほらねって、そうだよね、アンチですよ、うん、ね、ファイファイもアンチだよ、これファイファイ、これアンチですからね、うん、うん、消えないのって消えない、ほらねって、乙女、女、何、さおとめ、怒り方、みちるって、わかるんですかって、ちょっと変わったお名前ね、うん、今まで聞いたことないわよね、さおとめってね、ジャスミンさん、通報できません、そうでしょ、うん、ポニーテラちゃん、笑うってね、そう、聞いたことないもんね、うん、いろんな方来るわね、うん、また変な人来たわよ、うん、ナスポポーナッシュココナッテーって、うわせーんプレゼントってね、変わった人だねこの人ね、ジャスミンさん、ヨセさんも大変だって、大変だよね、この間もこういう人いっぱい来たもんね、また来たんじゃないの、風船ありがとう、ナスポポシュッとココナッテ風船プレゼントってね、また来たよ、そうでしょ、みかんちゃん笑う、ジャスミンちゃん笑うだよね、笑うよね、全然呼んだことこういう名前読んだことねえよね、うち、シエモンちゃん同じ人ばかりだもんねって、そうだね、うん、うん、ふうさん、今日は夕食何、餃子とチャーハンでーすってね、そうなの、美味しそうだね、ね、うん、合うね、餃子とチャーハンね、合うね、私チャーハンね、前あれあれだったけど、今チャーハン嫌いになっちゃった、餃子は好き、うん、餃子はね、チャーハンってあまり食べない前ね、友達とねラーメン屋行ったのよ、そしたらさ、友達はさ味噌ラーメン食うよね、私は醤油ラーメンね、味噌ラーメンとさ餃子とさチャーハン食うんだよね、私そんな食えないよ、醤油ラーメンと餃子だけ、チャーハン食わない、うん、みかんさ、よせいさんも長いと読み上げって、そうなのよね、そうだね、でさ、ふわっちくんメガホンありがとう、あつこめってありがとう、ありがとう、あつこめさ、よろしかったらナイス、よろしくお願いします、ありがとうございますね、何、普段は電池さん忙しいですって、何ですかこれは、何また来たってね、ちえもさん、また来ます、来たわってね、かえりんちゃん、アンチの方のアイテムを欲しで、余計におせいさん人柄良さが分かりますねって、ありがとう、さゆりんちゃんありがとうございます、ありがとうね、ジャスミンさん餃子配信みたいですってね、うん、餃子前作ったことあるよ、うん、あれ具からやると結構時間かかるね、グワグで買ってきてさやるんだったらくるむだけだけどね、そうなんですよ、うん、関新子さん昔はってね、うん、昔やったよね、うん、餃子やったよね、うん、そう、夏ポポナッチューとコッティンさん、アンチじゃねえけどってね、うん、夏ポポナッチューコッティンさん、風船ありがとう、ありがとうね、うん、大変ね、こんな長い名前が、笑うってジャスミンさん
名前すごいね、言いづらいね、ほんと言いづらいよ、みかんちゃん笑うって笑うよね、笑うよ、すごい名前ね、愛ちゃんこんばんは、ナイスポチに来たよって、ありがとう。ペコちゃんね、前来てくれたことあるよね、愛ちゃんありがとうございます、愛ちゃんありがとう、前来てくれたよ、ね、かわいい、ありがとう、ポニテラちゃんまた来たよ、ほんと梅やんちゃんこんばんこんばんって、愛ちゃん今日は初めてだよ、ほんとこの間違う人だと思う、そうなん、ありがとう、ありがとうね、こういうあれよし大好き、ありがとう、ありがとうね、よしさん、パンパンちゃん、あら今日はちょっと、明日餃子作るって、明日デイサービスなんですよ私ね、ブーさん天ぷら、おい何寒いってよ、寒いんならそこ閉めれば少し、うるせんな、天ぷら汚れるからお惣菜が一番めったって、そうだよね、用じゃないよ天ぷら、片付けなくちゃもんね、夏ポポ夏秋古典店さん、ヨセさんお若いって、お若くないよ、ランニングマシンさん、ケツメド今日は来てないです、ケツメドのあれじゃない、こっちがケツメドになってきたんじゃない、そんな気がする、ケツメド今日は来てないですよってね、あなたがじゃないの、あ爽やかさん、あやらあやにはエアコンないのね、あるよ、あっちのエアコンかけなくても寒いんだよ、妖魔のが行くからね、そうなのよ、だって私さ、じゃあ今少しあれか弱くするんか、弱くしちゃっていいけど、なんなんだ父、マジよね、アイハラの部屋あるよエアコン、天井のクーラーダイキンが、でもあっちつけないのよ、あのねこっちのがいくん、ヨーマのがさ1台で聞くん、12畳のは室も聞くん、すごいでしょ、梅やんさん今日は平アンチもいなくて平和だってね、今んとこいないね、もうね、梅やんちゃんね、ありがとうね、ほんとね、石屋がなくて素晴らしいと思うってね、夏ポポ、夏秋ところ、なってんさんって、あいちゃん、なにこれ、パンさん、あなた僕の太陽でしたってね、ファンさんの熱とって、またこれもアンチだよ、やだやだ、これまたね、あれだよ、あのね、ケツメドがみんな来た、ケツメドこれ完全に閉めちゃうとタマちゃんが出られない、本当だよね、さわやこちゃんね、あれれいちゃん、いつもありがとう、毎日暑いですねって、暑いね、ナイスに来ましたって、ありがとう、レレちゃんいつもありがとう、ケーピニコありがとう、ありがとうね、レレちゃんありがとうございますね、この枠盛り上げてくれたワンの方で、もういないの方なんです、悲しいですって、何
この枠を盛り上げてくれたファンの方です、もういない方なんですよ、悲しいですって、誰のこと、うん、パンさん、これパンさんなの、うん、ファイファイさん、パンさんのことももっと聞きたい、もうこうね、うん、これアンチだからね、ファンファンと初コメじゃないからね、これもアンチだと思うよ、ほらね、ユーザーが切れない、2人アンチだからね、うん、ファグファとね、ナツポポはアンチ、うん、この2人アンチだからね、相手にしない、うん、てけー、うん、シンコちゃん、アンチ少しブロック笑うんでね、アンチ探しのブロック、うん、わかるよ、うん、どうしても消えないからユーザーが、うん、普通の人だとね、うん、ブロックするとね、ブロックできる、この人、あ、本当のアンチはできないから、うん、よくわかるね、うん、もう読まないからいい、うん、ファンファンもアンチだからね、こいつもアンチ、こいつもアンチね、こいつもアンチだからね、はい、さよなら、さよならね、うん、さよなら、うん、さよなら、さよなら、さよならってね、アンチ消しのブロ笑うってね、うん、もうすぐ分かるんだよ、うん、いつもの人と全然違うね、ね、うん、ちょっとうるさいよね、うん、ゆりちゃん、毎日アンチに悩まれますね、そうですゆりちゃん、うん、今日も暑かったね、ゆりちゃんね、いつもありがとうね、うん、アンチに悩ませるよ、ゆりちゃんね、うん、富永、アンチ大変ですねって、うん、富永って、うん、聞いたことないね、ポニーテラちゃんね、うん、アンチ大変ですね、これ本当の人かさ、うん、ね。ね、おかしいね、なんか聞かないような人めっと来るね、本当の新規さんだらねいいけどさ、うん、ちょっと怪しいね、うん、肝が入るめっとするね、うん、ほらね、うん、新規ですよろしくお願いしますって新規だ、新規さんだったらさ初コメって言うよね普通ね、うん、一回押してみる、この人もアンチですよ、ユーザーが消せないから、うん、そうそうでしょ、うん、富永もアンチ、うん、ね、わかるよ、ね、おかしいね、うん、そう、記事になるまでわかります、そうですね、ちえもんさんね、うん、すごいね、うん、こんな配信ないですよね、そうですね、ポニーテラちゃんね、うん、ないよね、これアンチ探しみたいだね、うん、アンチ探し、これアンチ探してるようなもんだよ、そうですね、うん、他の枠でこんな配信しないよね、おかしいね、他の人はこんなアンチ探さないでしょ、アンチがいたってさ一人ぐらいだよ、うん、みんなね、うん、
もよく見るけど他の人ね、こんなにアンチが湧く配信ってないですよ。しずるかーんってね、アンチは吉江さんのことを好きなのかもってね、目の山由紀さん、こんばんは、吉江さんナイスしたよって、ありがとうございます。目玉焼きさんもいつもありがとう、ありがとうございますね、本当ありがとう皆さんね、本当だね、参っちゃうね、次から次アンチじゃね。前だかり様、みんなで楽しく会話しましょうって、そうですね、仲良し仲良しハート、ありがとうありがとう、前田かり様ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、あきれてしまいますよねって知恵門さんね、ほんとね、レジェーって、オーナーだってこれもアンチだね、何だったら配信、なんてやるのよって、あんたに決めることじゃねえで、あんたに従わなくちゃならねえか、このバーカバカ、お前にな決められなく、じゃあ他の人に言ってこう、一人っつ配信者にみんな言ってこう、ふうねんだと呆れるわこの野郎、なんでこの野郎また来やがったこのクソ野郎、バカタレがムカつくんな、こういうのほんと腹立つ、はっかっけねえよ、関係ねえクソ野郎、バカタレどんどん消え失せろこの野郎、ため受けでも減れこの野郎、ため受け減ってな、ブクブクな血ぬでろこのバカ、お前なんかな、ため受け減ってりゃいいんだよこの野郎、人の枠荒らしやがってよクズ野郎が、冗談じゃねえよ本当に、ムカつくでこのよた野郎、クソったれが、へでも影だこの野郎、ああやだやだよたっぺがはははってな、ためおくいでも減ってブクブクよやればいいんだよな、うん、おめえだんべ人の枠生きてな、おめえがくてあれだんべ不貞行為やってってよく言えるようなバーカ、ポニテラちゃんよたっぺぺーよたっぺがーって、そうだよね、クララちゃんこんばんナイスポチしましたって、ありがとうございます、こちらいいねありがとう、いいねありがとうございます、ありがとう前田かり様、何度も連続して送ってくるやつはケツメドです、そうでしょ、ケツメドが、みんなそうだよね、ケツメドっていう名前じゃなくて来てるよね、そうね、前田かり様ありがとうございます、風船ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございますね、すごいしつこいね、すごいね、考えられない、はあ、たくな、プーさんレジェってね、レジェってなんか意味がわかんないんだけど、レジェってね、嫌だね、ケツメドね、嫌だ、ケツメドは、参っちゃう、私もね、ケツメドの夢見るわよね、こんなおばあさんをいじめなくてもいいと思うんだよね、ほんとね、ナイス、ちっとも増えてないね、こんなんじゃって、そうでしょ、ポニーテラちゃんね、困ったね、ウミヤンちゃん夢にまで出てくるんですね、そうなんです、うん、参りますね、参っちゃうね、ナイス、ヨシエさん、ヨシエポン大丈夫だよって、そうかい、
いちゃうね、うん、はあ、困ったね、うん、ブーさん私がついてるってほら月目のなんとかしてもらいたいよ、もう来ないようにさ、もう嫌だな、なんで他の枠ってそのこんなアンチいないで、私見るけどたまにね、暇の時他の枠も見るよ、昨日も見たよちょこっとね、こんなアンチいないで本当ね、なんで私ばっかりこうにあれなんかね、すごいね、すっごいよね、泣いちゃうね、涙が出るね、本当にムカついて、ためおけいでも沈めてやれ、うん、マリアカリ様ワクワクマちゃんプレゼントしたって、ありがとうございます、ありがとう、こちらマリアカリ様ふわふわくまちゃん、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。目田山焼きさん、よせさんのこと気になる存在なのよって。そうなん。また来たよ。うん、まったくな。アミカンさん、また来た、しつこいなって、ほんとね、紅茶さん、応援してくださるリスナーさんの方が多いですからね、ご飯作ってくるので、ごめんなさい、あ、どうぞ、紅茶さん、ありがとうございます、ありがとう、いつもありがとうございます、ご飯作ってくださいね、ありがとう、ありがとう、ポニテラちゃん、運営は何してるかさ、ナイス減らすアンチ対応しないしってね、そうだね、前盛り様こうやって、連続送っているやつは大体決め度ですよ、そうなんですか、ありがとう、こちらふわふわくまちゃんありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、目玉焼きさん、あ、応援してるから負けないで、ありがとう、ありがとうね、さわやかさん、あーごめんね、また来た、これ なんとか何年かね、これ運営は何やってんだろうね、ほんとムカつくね、配信の邪魔してる人ぐらいなんとかしてもらいたいよね、ふわっちの運営さんもさ、ふわっちの運営さんもなんとかしてもらいたいよ、毎日来るんだから、そうでしょね、通報するってあるんだけど、これをすればいいんかさ、通報するっていうの、え通報するっていうのを押せばいいの、えこれ通報するっていうのを押せばいいんかさ、通報するってのがあるんだよ、なんかギャギャーギャギャーなんだろう笑ってね、これ通報する人を押せばいいん、ああ押してって、そうなん、ここに通報するって出るん、うん、うん、あのねブロックと通報ってあるのよ、どうにするんか押したことないのよ私ね、うん、川ちゃん通報しましたってありがとうございます、ありがとう、みかんちゃん通報してって、そうすればいいの、そうなん、嵐こいで通報したよって、ありがとう、さやかちゃんもありがとう、みかんちゃんも通報、川ちゃんもありがとうね、みんな通報してくれた、ありがとう、さこちゃんしつこいアンチはこういうところしか
ね、相手にしてもらえないのかなってね。そうだよね、慎吾さんも何もしてるんかさ、無関心すぎるね。そうだよね、うち無関心だよね、あの子ね、ムカつくね。適当にどっか行ってさ、ラーメン食ったりさね、ちょっとひどいよね。私もあの子は本当に頼りがいない子だなと思ってます。ジェモンさん通報しましたってね、ワイナカリさん今日も山小屋ってどこ行ったんだろうね。多分ね、ご飯食わないからどっかで食べてるよね、うちで食わないからね、自分で買ったもんは全部置きっぱなしね。え、これじゃ買ったもんもったいないよ。私ね、昨日の夜お刺身食べましたね。誰も食べない、中トロとか。昨日が限度だと思います、その前買ったんだからね、私食べましたよ、もったいないからね。食べないんだら3つも買ってくる必要ないでしょね。慎吾はえなこのコミケ何動画配信中で忙しいのかもって。えなこ、そうなん、ポニテラちゃんってね、そうなん、えなこっていうのがいるんですかやだね、やだよね、やだね、どうしようもないねってね、ほんとね、どうしようもないよ、ポニテラちゃん。ほんとだよね、頭にくるよね、頭にくるね。親がこんだけアンチに囲まれてるのにね、頭にくるよね、ムカつくよね、ほんとだよ、あく、何、あ、どうしようもないですね。そうですね、クララちゃんね、どこ行ってるかも言わないし、私が知らないうちにお風呂入って出かけちゃうのよね。そう、おかしいね。アイドルパチンコ行くだってよってバレると何いけないから変装だってよって。え、これちょっとよ、この人、この人さ、ご苦労ばっかりだって、クララちゃん、この人ちょっとさ、あれあれ、たぬきちゃんの言葉に似てないこの人、え、今度はメガネが下に落ちましたよね。さっきはメガネ上に上げてました、おかしいね、ね、バレるとしょうがねってよって、パチンコ屋だってよってな、演奏だってよってな、なんか面白いね。さっきメガネが上上がってたのが今度は下がりましたね、面白いね、最高に。これアンチが吹き飛ばせるんじゃないの、この顔だったらね。楽しいですね、皆さんこの顔見てください、最高に面白いね笑うね、アイドルだって、アイドル、この人アイドルなんですかね、アイドルだってクララちゃん、笑う、似てるね、たぬきちゃんに似てるよね、言葉がね、似てるんだよ。みかんちゃん笑う、クララちゃん笑う、前だからさ、よせさん苦労してばっかりだっぺよって、そうなのよ、ほんとだよね、ありがとう、こちらハート、ありがとう、ありがとうございます。だっぺよが流行りだよね、たぬきちゃんのね、そうだっぺよ。ちえもんさん、あら、チャーミングポイントだねって。あれどっち？下かい？あれ上？下？下が2本。みかんちゃん、たぬきちゃんと似てるね。似てるよね、言葉がね。そうだよ。言葉が似てる。ね。チョコレート48って群馬県の訛りかなって、私
群馬県ではない、うん、群馬県でもね、うん、うちの母親群馬生まれだから、うん、群馬生まれだったよね。川ちゃん歯がガタガタのアイドルですね。ほんとね、うん、あれでアイドルだって面白いね、うん、顔見ただけで。さっきはさ、メガネ上だったのよ。今度は下を降りたね、メガネがね。そう、面白いね。群馬ってタヌキ有名だよって。そうなん、ジェモンさん、タヌキ有名なん。ほんと、ちぼさん、昨夜も見てた。応援している人のコメントを読めないようにアンチたちが次から次コメントしてた。そうだよ、昨日ね、すごかったでしょ、ちぼさん。そうなのよ、あれじゃあね、入ったね。全然わかんない人ばっかりだもんね。そうだね、ね、応援してる人がね、まあ、来れないもんね、あれじゃね。みんな知らない人がね、行ったり来たり行ったり来たり言ってたね。参ってよ、あれは。ゆうべほんと参ったね、うん、参りますよ、これじゃあね、うん、こんな枠ありますか、今まで。ないよね、うん、昨日は本当にすごかったよ。本当だね、うん、私も何が何だか分かんなかったよね、うん、でも私さ、本当にあっこめの方だったら悪いと思って対応したのよ。でもさ、あんなにいっぺんいっぱいいっぺんにさ、あの新しい人が来るわけないよね、いっぺんにね。そう思った、うん、梅庵さん、昨日はやばかったねって。本当だね、本当参ったよ、あれじゃね。ああ、よせさん、頭混乱するねって。本当だよ、うん、ね、ゆらちゃん、よせさんナイスって、あつこめって、うん、ありがとうございます、ありがとう、ゆらちゃん、よせさんナイスって、ありがとうね、あつこめさん、ありがとう、ありがとうね、うん、本当に初コメさんだと悪いからね。そうなのよ、ね、アンチと一緒にしちゃまずいよね、うん、本当だよね、信じられなくなってくるね、こうなるとね。みゆきちゃん、よせさん、こんばんは、うん、夕食食べたんですか。夕食食べない、うん、夕食食べてない、まだ、うん、食べたくないんだよね、うん、明日で行くから。あまり食べ過ぎると向こう行って食べられないのよね、うん、うん、昼間結構食べたからね。そうね、うん、ありがとうね。あ、ちょっと寒くなったか。アイドルまた来たね。ジャニーズに送った証明写真だっぺよって、うん、ジャニーズに送った、うん、これが、うん、来たで、うん、今度は歯がな、見えないよ、ね、頭の毛が打ったってるよ。面白いね、うん、これがアイドルだって、うん、一回で落ちるよねこれがアイドルだって、一回に落ちるっぺよね、うん、笑うわよね、うん、ジャズに送ったんだと。でも歯が見えないだけいいのかな。頭が持ち上がってますね、面白い面白いね、皆さん見た、笑うよね、アイドルだってこれが、うん、ジャニーズ、
何？何が面白いのってポテちゃん、うん、これアイドル、アイドル見た、うん、渋すぎるジャニーズだーって、あらー、うん、あらまた来た、ケツメドってね、うん、ユラちゃんあらーってね、うん、ほんとね、はあ、やだね、うん、やだねこの人、うん、ブロックする、うん、ブロックしました、うん、消えたのかな、消えた、うん、ブロック済みだって、今度できた、あらーってゆらちゃん、うん、おーまた来た、ケツメの、じゃあお前がしょんぼーやつもでも送ってみろってね、うん、ね、すごいね、すごいね、どうしたんね、でもブロック済みになってるけどできたんかさねえねえ、うん、ありがとうございますね皆さん、120名さんかな、117名さんの閲覧の方、よろしかったらナイスナイス、よろしくお願いします、よろしくね、うん、ああパンチが邪魔するんですよ、うん、ありがとうございます、何が楽しくてこんなことをするんやろうって、本当だよね、あ前盛り様、まあいい一息入れましょうって、ありがとうございます、こちらドリンクカフェ、ありがとうございます。ありがとう、前盛り様。ドリンクカフェ、ありがとうございます。ありがとうね、ありがとう。ありがとうございます。ね、ほんとね。ありがとう。ね。ちょっと寒くなったみてな。おじいはどうしたん？ちょっと待ってね。足がね、冷たくなってきた、うん、ちょっと待ってね、うん、結構ね、こっちのね、クーラーね、効くんですよ、27.5 でこんな寒いんだ、28にしなきゃ寒いんだ、あー困った、おちこ出ていいけど行ってきらんやで、出ねえかんね、おちこはね、うん、ありがとね、赤文字出ると悪いからさ、ありがとうございます、うん、よいしょ、うん、27.5 で寒いのよ、今28にした、うん、ありがとう、マミちゃん暑い、暑いの、これ寒いよ、ね、今さ 27.5 になってた、うん、だから28にしてきた、寒い、うん、さっき通用したよ、ありがとう、うん、
ロセさんありがとうね、みかんちゃんありがとう、通報してくれたありがとうね、うん、マミーちゃん暑い暑い、うん、ふわふわちゃんふわふわドリンクってね、前盛りさんいただきましたね、ね、うん、かおちゃん、よせさん、こんばんはって、こんばんは、うん、今日も暑いね、今日暑かったね、今うち結構涼しいよ、うん、ちょっと上げてきた温度、うん、うちのクーラーよく効くんだよ、今28.27.5で寒かったよね、うん、アポテちゃん、みかんさん通報できたのってね、りーちゃんこんばんはって、こんばんはね、暑かったですねってね、ほんと暑いね日中はね、そうだね、かおちゃんね、りーちゃんこんばんはね、ほんとね、はあ、ね、なんか食べとがいいんかな、俺たち、かおちゃん、ちゃんとお部屋は涼しくしてますか、はい、寒いぐらいです、うん、今ね、今日も暑かった、暑いよね、昼間もかけてるよ、うん、ぐるっくるーなさんナイスって、ぐるくるなさん、ナイスって、あ、新しい方だよね。こういうお名前呼んだことないよ。ぐるくるなさん、ナイスってね。ありがとうございます。ね。え、りーちゃん、早く。涼しくなってほしいです。本当ですね。泣くですよね。本当ね。本当だよね。全くね。すごい寒いね。このクーラーなんでこんな冷えるの。おかしいね。かおちゃん、それならよかった。まだまだ暑い日が続く。体調気をつけてくださいね。ありがとうございます。かおちゃん、ありがとう。ありがとうね。ほんとね。ここ寒いくらい。すごいよ。冷たくなっちゃう。手も足も。汗全然かいてないよ。よくクーラーだね。たまげるね。ここまでクーラー効くとね。そうですね。すごいよく効くよ。おじいさん寒くてあそこ閉めちゃったよ、寒いってね、また来たよ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、あ、疲れたね、みかんさんまた通報したからね、よせさんありがとうございます、ありがとうね、ありがとうございますね、ありがとうね、本当にみんな、なんか食べる、何食ったらいいんだろう、なんかさ、ちくわでも食う、ちくわ、うわうわちゃん、よく聞きますね、新しいエアコン、そうなのよ、
気持ちよいですねって、そうサミぐらいをね、ポテチャンチクワ食べようってね、前だけでさ、このクソババアンチの血明度がよ、年配の人を前に偉そうな口悪口ばっかり言ってね、面と向かって意見一つ言えねえ、バカだよってね、バカだよって、そうだよね、そうだね、前盛り様ね、こうちゃったら気分転換になりますよって、なんか食べるのって、そうだね、ちくわがある、ちくわね、あとはさ、コロッケ2つ食べた、さっきね、ちくわでも食べる、ね、あとはね、なんだっけ、あれはペンネサラダ、ペンネサラダもある、ペンネサラダとちくわとさ、あとはなんだっけ、なんとか酢の物もある、そう、ちくわは手で食べられるけどさ、ペンネサラダはね、あれ食べられるね、なんだっけ、用事で食べられる、ちくわの方がいいか、手で食べられるから大丈夫だよ、素手でもって、そうね、素手じゃないと食べられないのよ、あ、お箸は持ってね、あとはフォークもね、落としちゃうと困るからさ、手で食べとけいいよな、そうだね、ちくわでも食べるね、れなちゃんよ、基本はアンチはリアルで誰からも相手にされないからネット生きてるだけですよ、笑う、そうなんだ、誰にも相手にされないからネットで生きてるんだ、そうな、ああそうな、大丈夫だよ、素手でもってポテちゃん、ありがとう、ありがとうね、よいしょ、どっこいせーって、ありがとう、ありがとうね、どっこいしょ、よいしょ、足がね歩きづれえからさ、恐ろしいね、明日デイサービスも行かなくちゃでさ、足が痛いんだよね、自動車に乗り込んじゃえばいいんだけどね、あそこの自動車まで走っていくんだね、きついんですよね、普通に歩ければね最高だけどさ、いるのもね、よいしょ、さつま揚げとかさ、ちくわ大好きよ、美味しいよね、ね、ちくわとかさつま揚げすぐ食べられるからね、美味しいですね、ね、ありがとうね、よっこいせーって座る時が良いじゃねえんだ、ありがとう、よっこいせーって、そうなのよ、どっこいせーですよ、ふわふわちゃん、ね、好きだ、さつま揚げ大好きだって、好きだよね、このまま食べられるからね、かわいいよ、おばちゃん思い出すって、そうですか、ちくわちゃん、ちくわちゃんじゃね、紅茶さん、ありがとう、ありがとうね、夜ご飯食べましたか、食べない、冷やしそばもあるけど、ここまで食欲ない、ね、食欲ないよ、ウレナちゃんよってね、もうね、あまり食べるとね、逆流する、アポリンちゃん、いつもありがとう、ナイスに来たよ、ありがとうございます、ポリンちゃん、いつもありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、ね、皆さんがね、こういういつものリスナーさん来るとホッとするよ、ね、いつもアンチにさ
いじめられてるからね。そうなのよ。ありがとうございます。ありがとうね。心臓が母が言うんだよ、ね、これいつまでかな。ちょっと待ってね。ぐるぐるナイスしたよってね。ありがとうございます。これいつまでだろう。12日だって。明日までね。明日までよ。ちくわね、これ生で食べる。ありがとう、ありがとうね。これ3本食べる。うんうんうん、うん、めやっちゃん、ちくわ、おいしそうだね。うん、提供のね、うん、ちくわね、うん、これ結構噛まないと、うん、結構食べれがあるからね。そうだね、うん、うん、食べれがあるよ、ね、よく噛まないとさ、本当は切ってね食べた方がいいんだけどさ、太くて、美味しそうですね。剥がしてみますって。そうですか、ふわふわちゃん、うん、アナちゃん、よく噛んでねって。ありがとう、ありがとうね。これ太ちくわっていうの、生協で買ったね、うん、食べねがあるね、うん、うん、影響にあるんだ。おーっとね、ポリンちゃん、うん、ペルゴタエがあるちくわですね。そうです、まだかりさん、食べ応えある、一本食べるとね。そうですね、うん、うん、ヨシエさん、待て、40近くまで結婚しなかった。うん、うん、結婚しなかったね、私ね、うん。ぐーたらみおちゃん、こんばんは、いつもありがとう、ありがとうね、ぐーたらみおちゃん、ありがとう、こんばんは、いつもありがとうございます。ね、巨生協の食品美味しいですよねって。そうですね、すみさん、冬が好き、そのちくわ美味しいですねって。そうですよね、これね、ぐーたらみおちゃん、ナイスポチと笑うたーって。ありがとう、ありがとうね、ぐーたらみおちゃん、ありがとうございます。ありがとう、みおちゃん、暑かったね、みおちゃん、みおちゃんもお体気をつけてくださいね。ずっと暑い日が続きますからね。ありがとうございます、いつもありがとうね。ああ、これ食べるも母だよね、年取るとやね、うん、うん、うん、朝あれかな、デイサービス何が出るんだろうね、うん、好きなもんが出ればいいけどね、うん、あ、ぐーたらみおちゃん、水分取っていっぱい食べてくださいねって。ありがとうございます、ありがとう、ぐーたらみおちゃん、ありがとうございます、ありがとうね、うん、優しいね、ありがとう、ね、結婚約束した人に振られたわけじゃないね。なんかこの人あっちだよきっと、うん、この人あっちだね、ぐるぐるなって、うん、わかるよ、ラマちゃん、ヨシエさん、食べ物何が好きって、うん、最近さ、こういうご飯よりさ、ちくわとかね、こういうのね好きだよ、うん、
ちくわとか、あとはなんだっけ、さつま揚げ、うん、そういうもの好きだね、うん、ご飯ってあまり食わないよ私、弁当も、うん、ポテちゃん聞いてるんじゃ、うん、聞いてるだけじゃないってね、うん、聞いてるだけじゃない、アンチじゃないわけ、うん、ほんと、雑談、あら来たまた、うん、あれどうしたん、これ元に戻らねえんだけど、どうしたん、おかしいな、おかしいね、どうしたんこれ、ありがとう、ありがとう、ごめんね、みやちゃん、よしえさん、こんばんは、ナイスって、ありがとう、ゆりちゃん、アンチだらけだね、ほんとね、弱いものに行か、息があって、強いものに立てつけない、ケツメド君、お前みたいな子供、さっさと寝なさい、ね、そうですね、前坂里さん、ありがとう、ドラえもんさん、こんばんは、よせさんってありがとう、いつもありがとうね、きゅうりちゃん、よせさんこんばんは、ナイスしぽちってありがとう、ありがとうきゅうりちゃん、みかんちゃんまた通報したからね、よせさんってありがとう、ありがとうね、イベント盛り上げたいさ、よせさんおこがましいです、ナイスをさせていただきます、いやありがとうございます、ありがとう、イベント盛り上げたい様、こちら、あげてけメガホン参考、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ポテちゃん、通報できてないと思うよって、ほんと、ポテちゃん、ほんと。ジーニーちゃん、ジーニーちゃん、ナイスしたよって、ありがとう、ありがとうね、皆さん。ドラえもんさん、駐車場に若いチンピラみたいのがいたから。車が心配で、なかなか帰れなかったんだよって、そうなん、うん、やだね、チンピラ、怖いね、うん、そうなん、本当だね、ポテさんの、なぜあなたにわかるのって、ね、前ざかり様、気を取り直して、ちくわを召し上がってください、ありがとう、こちら、仲良しハート5個ありがとうございます、ありがとう前坂里様、ありがとうございます、乙女イカちゃん、なんでこれ、ドラえもんさん、俺の町チンピラしかいないからね、そうなん、紅茶さん、ドーナツプレゼントってありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ポテちゃん、みかん、上を困らせないようにねって、そうなの、ね、ありがとう、ドーナツナイスってありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、ありがとうね、さあ食べます、ありがとう、2本目、2本目食べます、
ありがとうね。ありがとうね。ドラゴンさん、あなたからコンビニの前で毎朝何よ、アポーチ飲んでるがいるよって、そうだ、チンピラ、みかんちゃん、ポテさん、なぜそういうこと言うの、ありえないってね、ありがとうね、うまいな、え、タンタン、タヌキのブラブラ、ポテは鳥頭、日本語リトン、何で日本語すリトン、あとごめん、なんだろうこれ、ちょっとわかんない、村山さん、広いバケツの中にビール入れて街中歩き回る時代もういるよって、そうなん、時々もういるよって、そうなん、変わった人だね、私は吉江さんをってね守ってるだけでありがとう。今ちゃん、みかんさん、いつもリスナーさん喧嘩するトラブルメーカーだね。え？ありがとう。今さらいい子ぶるなよだってね。ちょっと待ってね、こっちの手で食ってるから、どうしようもねえな、なんか困ってた、ありがとうね。疲れた。疲れた。あれ、まさ、みかん、りごさんの特産物ですって、そうなん。美味しいよね。沢ちゃん、アカウントを作り直すから、苦労したって、されたって人は、いやと思うよって。美香さん、吉江さん、また、明日来るね。ありがとう。ありがとうね。ありがとうね。野良もんさん。何？糖分、多いから。俺は食えないけどって、そうなの、モルグルだけだからってね、野瀬さん、七日のふわちくん、ポテは鳥頭のアンチだ、え、ありがとう、盛り上げにゃんこちゃん、ありがとう、ありがとう、にゃんこちゃん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 、とめーっと、ありがとう、ありがとうね、ドラえもんさん、俺の地元相原だらけだ、そうなん、教授さん、今梨の時期ですね、そうですね、ひまちゃん、いっぱい、
言いっぱなし、説明しない。まさに、とあるメーカー、ひどいねって思う。ひわちゃん、話で悪口言ってる人は、クリックしてて、うん。ドラえもんさん、アイヘラン、シリーズが、肩で、風切って、歩きよ、女。歩き女あるってそうなん、うんと、うん、そうなんね、あー腹いってなっちゃった、あー三本目くん、あー疲れちゃった、もうどうでもよくなっちゃった、三本目だね、うん、うん、ちぃぼーちゃん、うん、晩ご飯はちくわだけ、喉に詰まらせないででねって、ありがとう、ありがとうね、うん、うん、もう割とね、うん、食べれがあるからね、そうだね、うん、ありがとうございます、ありがとうね、あまり食べるとね逆流するのよ私はね、うん、ありがとうございます、ありがとうね、うん、あスイーツ姫様、ちくわ美味しいですよね、美味しいね、味があってね、そうですね、うん、おでちゃん、ななし、どうせみかんだろうって、うん、そうかね、わかんない、うん、みんな、うん、うん、うん、ああ、うん、これさ、うん、割とね食べれないけど大変ね、うん、しっこりしっこりしてさ、うん、歯がないさ大変だこれね、うん、あ、何秘密のプレゼント、シンゴさん、お家ってシンゴいないのよ、うん、どっか出かけて帰ってこない、うん、ありがとう、超いいね、ありがとう、超いいね、ありがとうね、秘密のプレゼンター様、ありがとうございます、ありがとう、うん、ね、ひまちゃん、ポテちゃんみたいにたくさんアイテムを投げてくれた人に文句言うのはみかんさんに決まってるって、うん、うん、まちょこちゃん信じてあげればいいよってね、そうだね、うん、ほんとね、うん、ほんとだね、あ、うん、まちょこちゃんもお家帰ってきたんか、娘さんがね腰が痛くてね大変だったね、まちょこちゃんね、うん、今日も暑かったね、ね、うん、今、うん、ありがとう、カネレルキちゃん、お久しぶり、ブリーフってブリーフ、うん、ブリーフ、うん、まちょこちゃん、よしよしさん、ナイスをしたってありがとう、ありがとうね、ありがとう、暑かったね今日もね、7日のほうあっちも今は偽物、ポテヘヘは鳥頭、俺だけはって、うん、ありがとう、うん、ありがとうね、うん、こちらなんだっけ、リトル、リトルフワッチフレンズ、ありがとうございます、ありがとう、リトルフワッチフレンズ、ありがとう、ありがとう、うん、開けた、ナイスポチーって、ありがとうございます、ありがとうね、うん、まちょこちゃんね、うん、パーってね、ひま、うん、ちゃん、ななしクリックだーってね、かお、うん、ちゃん、ナイスしたよって、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、うん、ありがとう、うん、くたびれちゃったな、うん、
ひまちゃん、なに振りっこしなくてもいいんじゃない？ね、うん、いいと思うよ。ひまちゃんってさ、うん、お空に行きたいひまちゃん、あの時来た。うん、ね、うん、なんかわかんない。うん、かなりえずきちゃん。かき氷食べましたか、うん、かだ食べないよ、うん、かき氷食べない、うん、アイスは食べるけどね、そうね、いいじゃん、それじゃナナシでアイテム投げてれる意味ないから、クリックなくていいと思うよ、そうですよね、うん、私もそう思う、うん、ほんとね、うん、そうだよ、うん、そこまでしなくてもね、私はそう思う、うん、ねえ、うん、いろんな人いるね、うん、かなりえずきちゃんメガホン4個ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます、ありがとう、かなりえずきちゃんありがとうございます、ありがとうね、うん、ありがとう、うん、13、14、15、16、17、18、8時半か、8時半、うん、大変ね、うん、ああお腹がおかしいな、変な食い方するからダメなんだね、もうお腹いっぱいだ、こっちが入るんだよな、腰が曲がってるからね、食べたものがおかしいんだよね、ポテチャー、ナナシでアイテム言うよりナナシで悪口だけどなって、ん、大磯さん、ヨセさん、毎日疲れるね、疲れるね、大磯さんね、そう思うよね、うん、疲れ、本当に、うん、ね、沢さん、私あまりコメントしませんが、ポテさんはいい人だと思うよってね、うん、そうだね、うん、そうよ、ね、うん、ありがとうね、うん、よいしょ。はい、ありがとうございますね。みーちゃん、よせさんだけ分かっていればいいのよ。わざわざね、何かで立てたくてもいいじゃないのって、本当だよね。うん、そりゃそうだよね、みーちゃんね。うん、何かで立ててまた大騒ぎじゃ疲れるよね、みーちゃんね。うん、私の悪口いいけど、ポテさんや悪口まで話で言ってたからクリックしてほしかったって、ねえ、こういうことばっかりでしょ、ねえ、こういうことはいいよ、もうだから妖精さんだけクリックしてほしい、いやいやいや、ともちさん、話も赤出しても悪口みんなやめたらいいねってね、そうね、424か、424、ありがとうございますね、うん、
大磯さん424だって、ありがとうございます、ありがとうね、うん、ありがとうございますね、うん、おっか、8時半じゃ9時半10時半はあ400か、うん、500ぐらいはいくなんぺな、うん、ナイス、もっと増やしたいですね、そうですね、ともちさんね、そう思います、うん、第2回目始まってますからね、そうですよね、明日デーだしね、デーだとね、あれだからやってないねしね、朝早いしさ、帰ってきて睡眠不足でまた大音になっちゃうからね、そうですね、増やしたいね、まちょこちゃん、よせさん、ほっといていいよって、そうだいね、うん、おかしいのはね、ね、涼しをね、そうだね、まちょこちゃんの言う通りだよ、ね、ありがとう、まちょこちゃんありがとうね、ね、うん、みんなね、わかる子、リスナーさんはみんなわかってくれるんだけどね、そうね、わかんない、いっぱい来るね、また来て。ありがとうございますね。あ、これをなんか分かんなくなっちゃった、やることが何にも分かんなくなっちゃった最近。なんでこうなるの、おかしいね。まあまあこれ。なんでこうなるの、画面が戻んねんだけど、どうした、おかしいな。ああ。なんだこれ。わかんねえんだよ。あ、ありがとう。長押ししてね。ありがとう。ありがとうね。うん、意味がわかんないんだよ。うん。ねえ。これどういうの。あー困った。ありがとうね。ありがとう。みかんぽて悪口言ってるババアなんかをしてってね。どうなってるのこれ。困ったね。名護修論かなりえずきちゃんこんばんはって、こんばんはね、ありがとうね、うん、ありがとうございますね、アリスナーさん今日も荒れてますね、そうなんです、うん、ありがとうございますね、まいっちゃうね、こちらカズちゃんアンチみんな同じ人やね、そうなん、うん、病院行かないのって、うん、行かないよ、うん、うん、病院行かない、明日ねデイサービスね行くのよね、そうね、うん、はあ、うん、アカウントを変えてくるだけ笑う、暇なんだね、笑うってカズちゃん、うん、そうだね、うん、ねえ困ったね、うん、うん、いつもアンチ だけだもんね、嫌になっちゃうね、いつも来るんだよね、花子ちゃん明日支度はしたのか
ってもしてある、もう、うん、バスタオル入れてね、うん、下着も入れてある、うん、あと貼り薬も入ってる、うん、あとはね、生協のやつ、あれも書いてあるから、ちゃんとね、書いてね、玄関に出しとくのよ。そう、明日の支度してある。はい、ね。この間は2時間半寝てね、行ってきました。眠かったね。2時間半だよ。で、行ってもね、テストもね、塗り絵も、頭がふわーってなっちゃってさ、ね、辛いね、2時間半はね。そうだね。今日はもっと寝られるから、大丈夫だよ。してあるし、全部ね。うん、そうなのよね、うん。ありがとうございますね、うんうん。みんな私がやってるからね、いろいろ。うん、そうよ。うん、ああ。だから全然わかんないんだけど、なんかわけわかんなくなっちゃったもん。ああ、どうしたらいいのこういう時。全然わかんない。私はもう、なんだかわかんなくなっちゃった。何がなんだか。本当に、参っちゃうよ。どうしたらいいの、これ。ああ。もう、疲れた。ああ。慎吾いないんだよ。なんかまた持ってってよ。何持ってった。嫌だね。寒くねえかよ。寒くねえよ、閉めれば、うるせえな。もういいからよ、こっち何回も来なくって。疲れるから、私。アンチがいっぱいいるんだから、あんたもアンチだよ、悪いけど。あんたもアンチだよ。ほんとアンチだよ、この男も。腹が立つ。ありがとう。たまちゃん。前原さん、ビール笑う。また持ってったん。またビール持ってったん。ロング缶が減ってたよ。腹立つね。毎日さ、仕事行かないで何本も飲んでさ、ロングのビールだって。そうでしょ。ひどいよね。もう追い出した方がいいね。もうね、テレビは見てるし。ね、私に全部払わせんだから、何でも。もらってないからね、お金。あの人から。うちのことも一切しないでしょ。もう終わりだね。うん、YouTube 見てた。あいはら、見逃して。そう。ロング缶持ってった。ほんと。ずうずうしいね、うん。すごいずうずうしい男だね。うん、寒くねえかいだと、うん。病院行った方が良いかも。そうだよね。みーちゃん、仕事をしてればビール飲んでも。いいけど、働かなくて飲むのは良くないよね。そうでしょ。そうだよね。
太るでしょ、飲むだけは。昼間から飲んでるよ、ずっと。もう何本飲んだか分かんないよ。ほんでテレビ見てんだから、ああやって一日うちのこと一切しない、おかしくない、こういう人いないでしょ、うん、お金もらってないですからね、私。働いた時ももらってないですよ、ああ年金ももらってないですよ、私はね。でももらなくていいんです、私のできないことやってくれれば。やってないですよ、あの人。食ったものはみんなあそこ置きっぱなし、私が全部片付けてる。情けないですよね。そのうち寝たきりになるよ。そうでしょ、まちこちゃん、うん、あやら年金ないの。年金あるよ。で年金もらっても私にはよこさない、うん、よこさないよ、うん、私はいらないけど無理には、うん、私の金をね使わないでもらいたい。ああいうの私の金で買ってくるんだから、楽天カードで。弁当なんかいっぱいこの中入ってる。おかしいよねこの暮らしね、うん、困ったね。もうなんかね、子供もクズだし、どうしようもないよこのうち、うん、おじいさん健康診断してるのってしてないよ、うん、してない。さゆりちゃん、お酒に自分のお金で買わせればってね。そうだよね、ムカつくね。私もね、たまちゃんの餌とかさ、そういうのないと買ってきてもらうから、一応カード渡すんだよ、ね、だってね、あいつが自分の金でたまちゃんの餌買ってくるわけねえじゃん。だから私渡すんだよ、たまちゃんの餌とかね。そうで、私が食べるもん、ポテトフライとか、うん、天ぷら、うん、そういうのを買うときは私の金渡す、カード渡す。そう、まちょこちゃん、パパもなかったからね、それ、置いてたから。